歌うっぽい。歌を歌ってた。いいかな。さあ、みんなこんにちは。ああ、よう、今日もよう来てくださったの。ああ、ありがとうな。よう覚えとるな。さあさあ、今日は、あいにくの天気だったかな。ちょっと心配しとったが、無事にこうやって演舞ができるようになってよかったの。知っとる方も多いと思うが、昨日わしらの新 CD の発売になってな、その観光売店で売られとるわけですけれども、今日はその発売記念の演舞ということで、その CD の中に収録されとるわしの大河の流れから始めさせてもらおうかな。お願いいたします。
なんと264年もの長きにわたり世界に名だたる平和の時代、これぞまさしくグレートイエス公なり、我らはイエス公の偉業を助ける三河者、グレートイエス公青い武将隊なり、かくいう我は太子を助ける草の者、伊賀仁将服部半蔵正成、九段諸突猛進、それが身の上、いつも戦は先方で生傷絶えぬこの俺を美しいという人もいる、血気盛んなこの武将、鎧の色は赤揃え、誰が呼んだか戦場の鬼、我らは P 直政、権利と人は言う、人格者とも人は言う、そんなことないと思うがな、この日長久手の激文では全ての武士をも動かした、武功派の言う、我らは榊原康政、このあとサイン会じゃ、先祖伝来主君に仕え、松平の神守護なさんと、幼き頃より家康公の御旅人と従いしは、一向一揆に改修し、一度たりとも負け知らず、ただ勝つのみと名付けられしは、戦国最強の武将、我こそ女戦勝つ、武者丸殿に言えつ、四天王の神狩りは家康公の片腕と、誰が呼んだかそれがしは幼き殿のお目付け役、冷静沈着切れ者と三河武士の鏡とて、徳川四天王筆頭、世界ただプリグ、天下は一人の天下にあらず、天下は天下の天下なり、我慢辛抱堪忍と幼き頃より戦国の定めという名の濁流に流れず耐えた、それがしの生涯かけたる望みとは、天下太平の世、時空を超えて激動の近世の世によみがえる三河武士、我が家康、家康平等家康公